おお、すげえ膨らんだ膨らんだ、てってれー、あったかいあったかい。こんにちは、すみれです。今日はてってれー、おっとっとです。おっとっとって家でも作れちゃうんですよ。餃子の皮、ね、餃子の皮があれば、餃子の皮と塩とお水があれば、あとこれはね、傾きね、うん、どこで知ったんですか？これはショート先生です。最近私ショートばっかり見て、ショート中毒だから。実際作れるのか検証してみよう。検証。まずは餃子の皮1枚を用意し、濡らします。丸く濡らします。手で綺麗に洗いましたか？はい、はい、洗いました。これの上に重ねます。もう1枚、よいしょ、綺麗に重ねよう。よし、オッケー。重ねたら、うん、次はもう一回濡らします。今度は全体的に塗ります。綺麗に。誰にバイバイしてんの？ぺちゃん、鏡。すみちゃんって言ったの？オッケー。塗り終わったら塩をかけます。次は型で抜いてきます。まずくまちゃん、かわいい。2枚重ねてあるのでギュッと。 OK、 抜けた。次、星も。あ、これで本当になるのかな。なんかショートではただの塩で作ってたんだけど、ね、ピリ辛エビ塩、あとはカレーのお塩、あとね、このゆかりとか、こういうのでも味付けしても美味しいんじゃないかなと思って買ってきました。本当のおっとっとは薄塩味か。原材料にじゃがいも、小麦粉、いろんなのが入ってる。でも手作りした方がきっとさ、体にさ、いいよね。うん。ピリ辛エビ塩いってみます。ちょっと大粒。大粒だ。ちょっとゆかりやってみます。しそ風味、美味しそうだよね。わ、これいい感じじゃない？何味が一番さ、美味しそう？塩だろ、やっぱり塩かな。ノーマルが一番。次、料理用カレー。はい、OK。 はい、20枚で62個です。多分いっぱいできたね。オーブントースターで3分だけ焼きます。おー、すげえ膨らんだ膨らんだ、てってれー、あったかいあったかい。すげえ、しっかり膨らんでる。ん、塩味、カレー味、エビ塩味、ゆかりちゃん味。ちゃんと膨らんだね。うん、こんなにさ膨らむもんなんだね。じゃあ食べてみます。まずは定番の塩からだね。見て、うん、おいしい。おいしいよね。普通におっとっとよりもおいしい。おっとっとよりも。じゃあ次、エビ塩、ピリ辛。ピリ辛、ピリ辛だ。みんなだったら感じるかもしれないけど、私はこの家で鍛えてきたので全然辛くない。お母さんも食べてみます。めっちゃ美味しいね。次、ゆかりちゃん。美味しい、普通に美味しいんだけど。うん、待って、普通に美味しいね。次、カレー。おいしい。順番を決めると、うん、塩味、カレー味、ゆかり味、エビ塩。で、このおっとっととちょっと比べてみようよ。おっとっとは私大好物です。深海生物バージョン。はい、うまっ。お、かなりおっとっとよりも大きいね、手作りの方がね。おっとっとはカリカリしてるけど、なんだろう、餃子での皮で作った方が香ばしかった。こっちのおっとっとの方がちょっとじゃがいもっぽい、うん、ポテトっぽい。こっちはなんか米粉っていうのかな、お米みたいな味がして美味しい。あほくん、来ました。来ました。じゃあ食べさせていただきます。はい、それではすみれ先生の作ってくれたおっとっとをね、食べていきたいと思います。何味？それゆかりちゃん。ゆかりか。これは？これはカレー。ちょっとカレーいくわ。うまっ、カレーの味がめっちゃいい。合ってる。あっ、あれみたい、ピザのパン生地。あ、塩いいね。え、この味すごくない？それなんだっけ、それね、エビ塩。すげえ。もうおっとっとにしか見えない。うん、
うまい。これ美味しい、うまいね。さすがですね、先生。さすが。これペチに味付きなし。おっとっと。あげます。こっちこっち。お座り。待って。よし。食べてる。一生懸命。一生懸命食べてる。じゃあ私も一生懸命食べちゃいます。もう一緒に食べれるお菓子だね。おいしい。はい、後で歯磨きしましょうね。この余った部分もちゃんと焼きました。裏表に焼いた方がカリカリなりそう。ビエー型で余った部分、うん、あくるこれ簡単に作れてよかったね。もしこの動画がいいと思ったらグッドボタン押してねー。